も、赤星瀬尾赤星マシマシTV。 はい、はい、始まりましたね。めんどころサンバさんです、ね。まあサンバさんはいいですけど、なんすか。はい、あ、これはですね、後ほど説明していきましょう。初期の清志郎あ、まあ、かけてましたけど、タイマーズ、タイマーズの時ね、こちらは茅場町と日本橋駅のちょうど間にありますね。もともとですね、ポッポ屋というあの二郎系の、兜町店だったんですね。それが、何年か前に、ちょっとまあその商いを変えてですね、看板にサンバと書いてあるんですが、趣深いね。サンバに変わってからも結構年数が経っているという、なるほど、一応二郎系の流れを組むという感じですね。でメニューがですね、豚骨ラーメン、豚骨つけ麺というものと、あとあの、通常の醤油ラーメン、醤油つけ麺、これはあの結構中華そばという感じのラーメンです。はい、油そばもありますね。で豚骨ラーメンと豚骨つけ麺がそのちょっとインスパイアっぽいメニューということで、まあね、つけ麺食べたいんだけど今回はラーメンにして、サービス大盛りを選んだこちらだ。野菜多め、にんにく多め、油多めの味、濃いめとなってますが、まあお肉ね、1枚だけ戻りますね。はい、でニンニクがこれね、すりおろしタイプなんですね。この真ん中のね、このどこかに隠れてます。はい、すべて外側にあるタイプではなかったという、まあまあ珍しいポイントですね。そしてデフォルトで玉ねぎが入ってるんですが、これも増せるという噂もあります。ちょっとその時は言わなかったですね。間違えてしまいました。間違えて、ちょっと間違えて言えなかったというね。豚はね、基本的には1枚、豚ましがね、こう売り切れだったんですよ。あ、なるほど。かなり人気らしいですね、豚ましするのが。はい、というわけで、はい、食べていきまーす。食育されませんでした、ね、店員さんからはムムって見られましたか。 SPF 豚というのを食べてますよ。 SPF 豚、はい、これはね、特定の病原体を持ってない、非常に肉の柔らかさと保水力があの自慢の豚肉のことらしいです。はい、ホクホク豚でした。ホクホクとして、はい、あ、そして油野菜をね、はい、ちょっと見ていきますよ、ね、これはね、シャキなんですね。きめ細かい油がいっぱいかかってるこってり野菜です、とっても美味しい、ね。ちなみになんでメガネをかけたかというと、あ、よかった、はい、クマがひどいと言われたんで、あ、そうなんですか。見えないようにしました。他なかったですかね、方法とりあえず、これでメガネとかでもいいんじゃないですか。いえ、一旦これで解決です。はい、いや、気になってしょうがないスープを飲んでますよ、ね。おお、これが濃いんですね。サングラスぐらい黒い、ね、自分でも引っ張られてるんだ、サングラス、トークの、ね、キャラはっくり変わりませんけども、卓上開始ないんですが、なんとスープだけでもうしょっぱレベルが、そんなに濃いんです。 3.5 いってますよ。それぐらい凄まじく濃度の高いスープでしたね。そして麺量、これはあの、公式には発表されてませんが、大盛り300ぐらいでね、まあ小だと200前後かなぐらいでございました。だがその麺自体、非常に重みのある重厚麺でしたね。これだけでも満足です。はい、でもちもちなんですが、で、噂によるとこれ浅草開花楼のね、まあ、今日は噂が多いですね。あ、ちょっと噂の現場なんで、ここ本当に、あ、噂の現場なんです、これ現場です。はい、東京マガジンまさに東京だし、はい、はい、吸い付くようなこう麺なんで、まあ、浅草さんならこれ間違いないでしょ、ね、麺ね。お餅、まあ、ちょっと麺タイプの餅吸ってるかのようなうまさありましたよ。そんなに、はい、これですね、ちょっと聞いてください、はい、ね。すいません、ニンニクがちょっとなかったかも、ニンニクが入ってなかったかもしれないですけど、あ、本当ですか、あ、おろしで、あ、すすすすす、はい、ということで、入ってますよ、入ってたんですね。ここでニンニクシャワーしますか。すいません、ちょっと、ま、ビビリなんで、はい、聞くときにちゃんとグラサンを外すというね、まあまあまあねちょっと、はい、すぐブレますけども、あの、まあ、ニンニクね、あのこうマイルドニンニクではありますが、スープが強いんで、はい、そこまで味変しなくても、まあ、美味しくいただけるということですね、でちなみにコールはあのこうおそらく食券を提出するときだけなんで、それは用心してほしいということですね、僕は出すときに聞いていただきました。なるほど、もしかしたらコールもあるのかな、そこは調査中です、ということで、そうですね、ゴリゴリタイプ、これタブとか噂も多いですね今日ちょっとあのサングラスで見えないんじゃないですか、視界が。ごめんなさい、その通りです、本当に黒かどうかがちょっ と, ょっともうやめよう。いや、ちょっとサングラス、あの、ね、黒でした、でも黒黒黒黒、味で分かったし、黒胡椒白胡椒分かんないったらもう終わりだ
や、大丈夫、もうあの粒がでかかったんで、ね、粒でかかったんで、ね、あの玉ねぎがね、甘いんで、はい、やっぱりこの胡椒を入れることによってパンチが増せるんでね、うん、あのそこで、もういっぱい入れてもいいでしょうということですよ、ね、うん、それは言っておきたいと思います、はい、ね、へい、ただ、基本はスープがカラカラなんで、思いっきり初めっから入れない方がいいです、うん、マジで強すぎるスープになっちゃいます、うん、はい、で、席情報を聞いてください。東京のここど真ん中ですよね、うん、日本橋、うん、15席以上ありました。すごく席が多くて嬉しいと思いますこれ、うん、だからみんなで行っても多分一斉に座れる可能性もあります、うん、はい、ただ厨房に接しているカウンター席以外は料理を自分で取りに行くことになる。なるほど、はい、僕の席とかね、うん、そこだけ注意ということで、うん、あ、ごちそうさま、うん、ね、あの99年頃のグローブがこういうサングラスかけてましたね。グローブ全部取れるんだよ。86.3 です。はい、グローブだから 96.2 かと思って 86.3 ですね。グローブです、はい、あの頃ね。というわけで、はい、行っちゃいましたね、面倒くさくない。や、ここね気になってたんすよ。あ、そうか。かつてポッポ屋さんって、うん、中野新橋にもあったし、うんうん、ポッポ屋本店か、本店も潰れちゃったから、うん、何店舗もあったうん、ポッポ屋さんがその後何になってるかっていうのは結構気になってたんですよ、うん、そのうちの1個がこちらだったんですね。なるほど。だからあの時の系譜として、うん、つけ麺というのもちょっと楽しいね。油そばもある、うん、だからお好きな方はね、ポッポ屋ファンの方はぜひとも行ってほしいんですね、うん、はい。でね、やっぱりね、日本橋エリア、うん、あの二郎系自体があるというのがレアなんですよ、うん、東京駅八重洲側から歩いて行ける二郎系なんでね、あのこの辺りにいるサラリーマンさん、うん、まあ、まさにもうちょっと小踊りするでしょうね、これ見つけたら。小踊りします、あのサンバだけにね。ちょっと待って、何のサンバか分かんないんだけど、ね、僕一個有力な説言っていいですか。はい、日本橋ですよね、うん、桟橋ですよね、うん、日本橋って、うん、サンバなんじゃないかな、それ。じゃあそれにしましょう。桟橋、それにしましょう。まあそれじゃあそれで、はい、じゃ何か知ってる方いたらコメントお願いします、うん、サンバさん、はい、突然のご訪問でありがとうございます、はい、ね、ご相談です。Thank you.